はい、こんにちは、勝弘です。今日は、iPhone5 対応、脱獄アプリの紹介です。とりあえず、上からさらっと流していっちゃうんで、お願いします。1番目からアクションメニューですね。これは、これも昔からあるアプリで、コピーペースト、まあ、いわゆるコピペの、アプリです。アクティベーター、これは、ジェスターを、割り当てて、自分の好きなようにカスタマイズするっていうアプリです。で、次がアスクトコールです。アスクトコールっていうぐらいでなんで、電話をかける時のアプリです。例えばこれ電話のキーボードなんですけど、117ってやると7って発信を押すと、こうスライドバーが出てくるんですけど、電話をかけますかって出るんで、これをスライドするとこうかかるんですけど、キャンセルを押すとこうキャンセルなんですよね。もう一回発信をすると、スライドバーが出るんで、ここをスライドしてもらうと電話がかかると。まあ、ご発信のためのアプリです。それだけですね。次が、オークソか。これは、マルチタスクの拡張アプリです。まあ、これ今起動中のアプリがこう出てるんですけど、あと音楽プレイヤーのコントローラーがあって、もう1個やると、トグルが何個かあって、ここで Wi-Fi とか、画面ロックとか、Bluetooth、音のオンオフとか、機内モードとか、リスプリングとか、あと後ろの電気ライトをつけたりとかがあります。で、一番下に明るさ調整ができるようになってます。で、次がバーレル。バーレルは、これはあれですね、このページをめくる時のこのアニメーションがこう変わるんですよね。今ちょっとこう立体的になってると思うんですけど、バーレルのとこを押してもらうと、このパターンがいっぱいあって、例えば、一番わかりやすいのがこのパックマンっていうのがあるんですけど、これを押してもらうと、設定するとこう分かると思うんですけど、このアニメーションがこう変わると、そういうアプリですよね。で、もう一個やっちゃうと、これやると違うのを押すと、今度またこうまたパターンがこう変わって、まあこのパターンを変えてくれると、まあそういうアプリですよね。で、次がクロックハイド。これは、その名の通り時計を消すアプリです。何の時計かっていうと、このロック画面の時の、普通ここに一番上のところに時計が出てると思うんですけど、で、今僕ちょっと純正とは違う時計が出てるんですけど、この曜日とか月とかが英語になってて、あと秒も何秒何十秒とかも出てるんですけど、これを出す時に、純正の時計が邪魔になっちゃうんですよね。それで消さないとこれができないんで、それのためのアプリです。で、次が、カラーキーボード。これは、僕このキーボードが、純正とは全然違うんですけど、で、日本語は、ノーマルです。まあ、英語とこの数字のところ
これだけ変わるんですよね。例えば、このセレクトテーマっていうところがあるんで、ここを押してもらって、で、一番上の XID キーボードっていうのがあるんですけど、まあいろいろ種類がいっぱいあるんですけど、まあ例えば、XID を押してもらって、で、セーブっていうのがあるんです。それを押して再起動すると、キーボードが変わっちゃいますね。ちょっと待ってくださいね。ってやると、こうキーボードが変わってると。でもこのままさっきと一緒で、数字と英語は変わるけど、日本語は変わらないと。まあそんな感じですよね。で、次が、キーボードやったから次がフォルダアンサー。これは、フォルダの拡張アプリです。このフォルダを開けてもらうと、なんていうんですかね、パッとこう広がる感じなんですけど、まあ、普通よりいっぱい入るんですよね。普通確か12個しか入らないと思うんですけど、これだと、20個かな ?20 個入って、さらに、横にもページがあって、まだここにも入るんですよね。まあだから、無限に入るんですよね。